おはようございます。パティシエール今日のおやつです。今日のおやつはレンジでキャラメルソースを作っていきます。本当に5分でできちゃうので、ささっと作って美味しく頂い,いちゃいましょう。まずは生クリームですね。レンジで1分弱温めておきます。まあ、膜が張ったり、沸騰しないように注意してください。そして、今回は砂糖は上白糖を使っていきます。 上白糖に水,を入れていきます水が全体にまんべんなく行き渡るようにしてください。水がついていない部分があるとカラメルが溶けなくなってしまうので全体にしっかり行き渡らせてください。できたら電子レンジでチンしていきます。だいたい時間は3分くらいなんですがしっかり中を見ながらカラメルの色を決めてください。 ここは結構お好みなので苦めがいいか甘めがいいか。今回はちょっと大人っぽい味ですね。苦めにしました。で、生クリームを入れていきます。先ほど温めた生クリームですね。ほんの少しずつ入れてください。4回くらいに分けて入れます。ここで一気に入れてしまうと分離してしまうことがあるので、十分注意してください。泡立て器でよーく混ぜて溶かしていきます。 ここで一気に入れてしまうと分離してしまうのもありますし、カラーメルは飴なので固まってしまうっていうのもあります。少しずつ必ず入れてください。分離するとこんな感じになっちゃいます。 とザラザラした感じですね。なんか液体とこの牛乳の白っぽい感じの方が分かれちゃう感じですねで。今回生クリームを使ってるのもこの分離をしにくくするためです。このレンジでやる方法は牛乳を使ってしまうと分離してしまうので気をつけてください。牛乳を使って作りたい場合はこちらのレシピを見てみてください。最後にゴムベラに持ち替えてムラがないかどうか確認して混ぜたら OK です。 カラメルにしっかり艶があり美味しそうな状態です。ここでザラっとしているとちょっと分離してしまっているので失敗です。お好みでバニラを入れていきましょう。これはバニラエッセンスでもバニラオイルでもバニラビーンズでもバニラペーストでも何でも大丈夫です。できたら粗熱を取って冷蔵庫で冷やしておきましょう。 今回はアイスにかけていただきたいと思います安いアイスでもですねカラメルを手作りしただけですっごくお店のような美味しい味に仕上がるんですねポイントはバニラと焦がし具合ですカラメルっていうのは焦がし具合お好み人それぞれあると思うのでそこに合わせて作ってみてください冷やすとこんな感じで先ほどよりもだいぶとろみがついてますもう美味しそうですね 最後までご覧いただきありがとうございました砂糖と生クリームだけでこんなに簡単にカラメルができちゃいますお好みのデザートにかけてたっぷりお召し上がりください